皆さんこんにちは、渡りくる騎士です。今回は PSP のゲーム機動戦士ガンダム木馬の奇跡をプレイしていきたいと思います。これは名前の通りガンダム系のゲームになるんですが、リアルタイムストラテジーというジャンルのゲームになります。ストラテジー系のゲームでいうとギレンの野望とかがね、ガンダムでは有名だと思うんですが、この木馬の奇跡はリアルタイムストラテジーというジャンルのものになっています。2011年の発売のゲームのようなんですが、当時は全くプレイできていなかったので、今回初めてプレイするゲームになります。チュートリアルと1番目のステージだけプレイをしました。感想で言うとちょっとロードが長いかなというのと、ガンダムらしいモビルスーツ戦みたいなものが あんまりね、際立っていないのかなという感想はあるんですが、リアルタイムストラテジーとしてはかなり面白そうだなという印象です。ではチュートリアルを飛ばして1番目のステージからですね、プレイの方をやっていきたいと思います。イベントは極力見ていきたいので、その時はね少し黙ろうかなと思います。ただリアルタイムストラテジー、リアルタイムなのでイベント進行中もですね、戦闘は続いていきます。でコマンドを打っていくとですね、そこでイベントが止まっちゃったりとかするので、今回はですね、イベントは見たいので、リアルタイムで戦闘が続いているところは我慢して待ちたいと思います。では、プレイの方を始めていきましょう。まずブリーフィングですね。ブライトが出てきました。ここはシナリオ、ストーリー、ステージの導入部分になります。まさに原作アニメガンダムの第1話に相当するところです。たった一隻の無砕級軽巡洋艦に何ができるものかと、そのままサイドセブンに入港したことは軽率な行動だったかもしれん。我々の任務は V 作戦によって建造された本艦で、同じく V 作戦によって開発された新型兵器モビルスーツを秘密裏にジャブローへ輸送することである。しかし我々の動きを察知してかジオン軍は偵察部隊を送り込んできた。潜入者ザクは少なくとも5機以上が確認されているが、詳細は不明。確かアニメの時にはデニム、ジーン、スレンダーと3機のザクが侵入してたと思うんですが、このゲーム上では5機以上となってますね。敵は四方八方から第1、第2工軸のモビルスーツトレーラーを偵察に来るだろう。本艦に運搬中の新型兵器に万一のことがあっては V 作戦は失敗に終わる。テストを終えたばかりのプロトタイプはすでに合成中だとの情報もあるが、サイドセブンの駐留軍だけでは数機のザクを相手に歯が立たないだろう。我々は何としてもこの危機を乗り越えなくてはならない。第一、第二工軸のモビルスーツトレーラーを守り抜き、情報の漏洩を阻止するのだ。しかし残念ながら我々はすでに大半の正規兵を失ってしまった。素人でも何でも使えるものは全て使わなくてはならん。オペレーター、操舵手が素人だ。指示は早めに頼むぞ。総員出撃準備にかかれという導入部分になります。作戦の概要です。まず作戦はコロニーに侵入した偵察部隊は5小隊、搬入中の新兵器を守るため全て撃破せよということです。ガンダムまたは第2工軸のトレーラーが破壊された場合は連邦軍が敗退という内容ですね。ここがですね、補給ポイントと書かれてるんですけども、ちょっと誤解があると思うので、補足します。この補給ポイントというのは戦闘中にここに来れば補給ができるという補給ポイントではなくて、この補給ポイントを守り抜くことができれば次のステージでこれらの物資やパイロットを補給できるということです。なのであくまでも、防衛のための対象というふうなものがこの補給ポイントに位置づけられていると思います。なので、ホワイトベースはもちろんですが、第1、第2工軸のモビルスーツトレーラーも守るというブライトの指示があったので、それが補給ポイントとして設定されているということになります。で今回はですね、第1話、第1ステージということもありますので、丁寧めにやっていきたいと思います。ただ、ロード時間がちょっと長かったりですね、インタラプトが多かったりするところもあるので、そういったところについてはですね、できる限り編集でカットしていきたいと思います。では始動 V 作戦です。ステージ1。
叩くなら今しかありません。我々は偵察が任務だ。しかし敵のモビルスーツがあの戦艦に乗ったら手柄のないのを焦ることはない。ジーン、何をする？さあ少佐だって戦場の戦いで勝って出世したんだ。おいジーン、貴様命令違反を犯すのか。やめろジーン。手柄を立てちまえばこっちのものよ。おなじみのシーンでしたね。でこれがあの実際のプレイ画面になります。この赤い枠、丸の中にいる米粒みたいなのがモビルスーツです。こんな感じなんですよね。敵を倒すには早いほどいいってね。技師長、味方のモビルスーツが動き始めました。動く？何をしている。訓練よりもガンダムの搬送が先だ。いえ、これは模擬戦ではありません。なんだと？ザクが侵入してきたのか。まだガンタンクすら運び出していないというのに。はい、では、ミッションをスタートしていきましょう。でまず最初にですね、この連邦軍のマークがついている、ここが第1、第2工事区になりますので、これを守り抜くということになります。これがですね、今選択しているユニットになります。プロトタイプガンダムを選択しているという状態です。でこのプロトタイプガンダムを選んでですね、このリングコマンド形式のコマンドからいくつかのコマンドを選んでですね、移動させて攻撃させていくという内容になります。まずはここにモビルスーツザクが侵入してきていますので、そちらの方向に向かわせましょう。それと、まあ、なんといってもですね、第1第2工事区を守らなければならないので、ここの守りを固めるためにこの初期配置されているミサイル艦、これをですね、ちょっと前進させて、おきたいと思います。まあ、ちょっと防衛対象から近すぎるので、防衛対象の壁になってもらうような位置にですね、移動させておきたいと思います。ここを何としても無傷で確保したいと、守り抜きたいというところですね。まず一旦こんな感じで配置しましょう。こんな感じでね、少しなんて言うんでしょう、画面としては、物足りないかなというところの印象もあるんですが、まあ、リアルタイムストラテジーなので、まあ、あんまりその戦術面というかですね、細かい局地戦のモビル戦は重要視されてないのかなというところもあります。ただ一応ですね、局地戦モビルスーツの格闘戦もできます。これがですね、接触した状態で戦闘というコマンドを押すと、まあ、ご覧のような演出が入って、もうちょっと細かい戦闘を見ることができます。この後それをね、ご覧いただきたいんですが、こんな画面になります。ザクが2機いて、そこにプロトタイプガンダムを移動させてましたので、このプロトタイプガンダムが現れるということですね。ここでも同じくリングコマンドから選べます。連撃、突撃、撤退、支援と、まあ、支援はですね、航空支援を受けるというものなので、まあ、今回は使わないです。まずは連撃を使っておきましょう。連撃は、まあ、こんな感じでビームライフを打ちまくるというのがメインの攻撃ですね。突撃というのはビームサベルを結構振ってくれるような感じです。で、まあ、リアルタイムストラテジーというゲームの性質もあってかですね、ガンダムだからといってこのザク2相手に無敵かというと、そういうわけでもないです。もちろん圧倒的有利なんですが、ご覧のようにそれなりにダメージを受けます。なのでこのステージはですね、このガンダムだけ使っていれば、まあ、ほぼほぼ勝てるんですけども、進んでいくとですね、他のユニットなんかもうまく使いながらステージを、まあ、攻略していくということが必要になってくるのかなと思います。難民よりガンダムが先だ。ホワイトベースに上げて戦闘準備させるんだ。は父さん、アムロ避難しないのか。父さん、人間よりモビルスーツの方が大切なんですか。早く出せ。第一優先でホワイトベースに積み込むんだ。では続いてこちらに侵入してきているザクを攻撃していきます。
で、マップの左側から入ってきているユニットがいるので、これに対抗するために、少し防衛用のミサイルカーを移動させておきます。ではまた局地戦モードに入ってザクを潰しておきます。この局地戦モードに入らなくても米粒大のモビルスーツ同士で戦ってくれるんですが、まあ、ガンダムという、ね、有利なモビルスーツに乗ってますので、ここは局地戦を有効に使ってですね、さっさと決着をつけたいと思います。ここも同じく連撃を使っていきましょう。こんな感じでね、ザクは接近戦を挑んできたりするんですけど、まあ、ビームライフの有効性を使ってですね、ここは倒していきます。プロトタイプガンダムを約半分ぐらいダメージ食らってますかね。こんな感じの戦闘を繰り返す感じになります。アムロ、お前も早く行け。ホワイトベースへ逃げ込むんだ。ホワイトベース？入港している軍艦だ。お前も早く行け。父さん、さあ早く行くんだ。では今度はマップの左からから侵入してきているこちらのザクに向かいます。左から侵入してきたザクがだいぶ迫ってきましたね、まあ、一応ですねマップの拡大もできます。これが一番拡大した状態ですね。はい、再び局地戦モードに入りました。ここは突撃を使ってみます。ここからサーベルを抜いてサーベルで攻撃してくれます。まあ、どっちの方が強いのかっていうのはね、もしかしたら攻略サイトとか見ると分かるのかもしれないんですが、あんまり攻略サイトは見ていないので、あんまりというか全く見ていないのでちょっとはっきりはしないですね。ただこんな感じでサーベルも強いんですよね。あとバルカンもね打ってくれたりするはずなんですが、ここは打ってくれましたね。バルカンとサーベル、そしてビームサーベル、ビームライフルですね、これも使ってくれるというのがこのプロトタイプガンダムです。では撃破までもう一息ですね。最後はサーベルを振って撃破です。こいつ動くぞ。アムロすごい、5倍以上のエネルギーゲインがある。呆れた。ホワイトベースには行かないの？コンピューター管理で操縦ができる教育型タイプコンピューター、すごい、親父が熱中するわけだ。アムロ、時間がないのよ。もうアムロ、私先に行っちゃうわよ。ガンダム大地に立つでしたね。では晴れてですね、アムロを使っていきます。何？部品ばかりだと思っていたが、いや、まだよく動けんようです。やります。我々は偵察が任務なんだぞ。聞くんだジーン。何言ってるんです。ここで倒さなければ敵がますます。ではまずジーンの撃破に向かいます。アムロのガンダムがですね、戦線に加わりましたね。でさらにプロトタイプガンダム使っておきます。こんな感じで一応局地戦モードに入らなくても戦闘はやってくれるんですが、やっぱりね局地戦モードに入った方がガンダムを使っている以上は早いですね。なのでまずはジーン、これを撃破していきたいと思います。アムロとガンダムです。でアムロのガンダムも同じくリングコマンドを使っていくんですが、突撃の他に突貫というのがあるので突貫を使ってみます。
こんな感じでジャンプ攻撃みたいなのしてますね。なんてモビルスーツだ。ザクマシンガンを全く受け付けません。撃破しました。では残っているデニム、これを撃破しに向かいたいと思います。ジーン、よくもジーンを。技師長、ガンダムがザクを倒しました。なんて攻撃の仕方だ。誰がコクピットにいる。ザクにバルカンではダメなんだ。では続いてデニムです。デニムも同じく極地戦モードに入って撃破していきましょう。今のところ補給ポイント第1、第2工軸ともに無傷かなと思います。なのでこの調子でデニムを撃破します。で同じく突貫を使ってジャンプ攻撃で撃破していきましょう。これが連邦軍のモビルスーツの威力なのか。よく撃破してくれましたね。これで、デニムも撃破完了です。まあ、全ての敵をこれで極地戦モードで倒していくっていうのは対戦になると難しいのかなと思うんですけども、まあ、アムロとかで、エースが乗っているような機体についてはこういう戦い方もありだよということなんだと思います。戦果報告を受けてこの第一ステージが完了という形になります。このミッションに関してはですね、ステージクリア型なのかなというふうに思います。でこれらの補給を受けたということですね。まあ、ヤザンとかね、ジョブジョンとかね、おなじみのキャラクターがいっぱいいましたね。というわけで、今回はステージの1番指導 V 作戦をプレイしました。次回以降はですね、もうちょっとサクサクと進めていきたいと思いますので、引き続きご覧いただけたら嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。